大上官員とは、大上官の公員。天皇御寺を、内院と称したのに対して、外院という別称が用いられた。大上官員院,院門は、大上官員と典刻されている。公式きによれば、六位以下の官人の一期と、大上官の分野には、外印を押すこととされており、演儀式には、在京書士に下す、大上官府や総合、時期に下す。 大上官庁に対しても、外印を用いることとされている。内印を夏印しない、大上官の文章を夏印の対象とする、公印であった。公式例で定められた、大きさは型二寸半であるが、現存する陰影から推定される、大きさは47.0センチメートルである。現物は残されていないものの、銅もしくは白銅で作られていたと考えられている。古くは文面に、 くまなく夏印された文書や三箇所に夏印された文書、日付の下一箇所に夏印された文書が存在したが、時代が下るにつれて一箇所の夏印の文書が多くなっていった。遅くても養老年間までには小納言が、外印の管理、受け印を行っており、通常は調整の後過完成、激成の最中に大上官の増止で行われていた。だが、十世紀以降に、 激戦の開催が減少すると外印の受け印も行われなくなり、これを補うために、決清の場にて手続きを行う、決清受け印と呼ばれる手続きも行われたが、平安時代末期には、外印の大夏そのものが経外化していった。AB 吉川、日本歴史大辞典、外ハット ABC 森田、平安時代史辞典、外ハット AB 早川、日本史大辞典、 外院、日本史大辞典は、白道政、平安時代史辞点、日本歴史大辞典は、銅政とする。吉江、国史大辞典、外院。ありがとうございます。